こんにちは。今日はフランス料理らしい一品を紹介します。使っていく食材はこちらのウズラです。このウズラの中の骨をつぼ抜きして中に詰め物をしていきます。詰め物に使う材料は鶏レバー、ベーコン、エシャロット、マッシュルームなどをベースとしたファルスグラタンという詰め物を使います。古典的なフランス料理のテクニックの紹介ですが、何か皆さんの参考になればと思います。それでは作っていきましょう。